こういったのがあるんですよね。前はね、虫コナーって言ってね、虫は来ないでみたいなね、虫コナーズっていうのがあるんですね。虫だけじゃなくてね、モグラコナーズっていうのがあるんですけど、このね、虫コナーズっていうのがで、これバルさんじゃないんですね。バルくんって知らねえよみたいなね、あるんですが、虫来ないで、置くだけでこう使える。で、最近はこうやって洒落てて、家型のものとか動物をかたどったやつとか、あるんですが、こういうふうに、あるんですね。で、これ昔はね、だいたいこういうやつ一個いくらぐらいかって言って、だいたい薬局とかそういうところって、ね、1000円とか、1000円近くとか600円とか800、750円ぐらいとか結構してたんですよね、前はね。ところがこれなんといくらだと思うさん、これね。だいたいね、虫来ないでネットっていうぐらいですから、多分600円とかするんじゃないと。500円じゃないと思ってるでしょ、奥さん、これね。ところが奥さん、これいくらだと思う、これ。100円よ、奥さん、これね。そんなバカなこと言わないでよ、みたいなね。100円で売ってるわけないじゃんと思うかもしれないけど、最近100円で売ってんのよ、これね。びっくりでしょ、これね。昔はこんな100円なんかで買えなかったですよ。ところがこれ100円で買えるの。100円で買えて、これ一つずつこう違うの。例えばこれ300円とか400、300円ぐらいでもまあ安いかなと思うんだけど、これ600円とかさ。点するのかなってわけでもない。800円するわけでもない。600円だもんな。400円だもんな。100円ですよ。税込みで言ったら110円になっちゃいますけど。でも110円で、これ結構いろんな種類、結構っていうかそんなに数多いけど、4種類ぐらい種類があって、で、それでこうやって虫を置くだけで、1個置くだけで、この60日間効くよっていう、防腐剤効果っていうのがあって、これがなんと100円ですよ。ありえないでしょ、今。ね、今どんだけ安くなってんだよって感じなんだけど、もうほんと100円で買えるっていう。奥さんも驚きよ、みたいなね。もう稼ぐのばさんだった。みたいな感じでね。もう大家さんに報告しなきゃ、みたいな。もうそんなレベルですよ。でもこれなかなかだね。100円なんで。結構これはいいですよ。虫が来ないで、こうネットで使いますしね。虫来ないでネットですから、この中で、パソコン使ってね、インターネット、そのネットじゃねえよ、みたいなね。これは虫を来ないでするネットですから。だから、この中に、そのネットっていわゆる、その虫を来ない防腐剤があって、それをパッて入れるわけです。だから、多分これ切れると、効果なくなっちゃうから、多分この中のものだけ、多分別で売ってるんじゃないかなと思うんだけど、それをパチッて差し替えれば、また使えるよっていう。ですから、これは多分繰り返し使えるよってものじゃないかなと思うんですよ。で、これで100円って試しに買ったんだけど、なかなか最近はこういった、ね、消耗品というか、こういったものでも、最近はちょっとこだわった、凝って作ってるものとかがあるから、びっくりするなと思うんですけど、なかなかこれはいいなという感じで、それで100円で買える、110円で買えるんだったら、こういうのはなかなかないなっていうね、思いますね。というわけで、どうもありがとう。